木曜人生劇場。天知はい、皆さん、こんばんは。はい、えー、っと、木曜八時、木曜人生劇場、天知人のお時間がやってまいりました。ありがとうございます。えー、今夜もですね。浅草橋鳥越、えー、神社前のスタジオより。コロナ対策をですね。はい、えー。今日もトレイルフレッシュで、しっかりして、ええー。 放送をさせていただきますはいパーソナリティを務めますのは株式会社パワープラントのアでございますはいありがとうございますね、毎週ご覧になってね、えー、くださる皆さんびっくりされてるでしょあれ一人ということで、えー、今日はですね、えー、私一人で進行を進めていこうと思っておりますこのね絵が初めてすぎてあの広すぎてどうしようかなって <laughs> なりますね 一年私あの前の曲渋谷でやってたのも足すと、えー、今トータルで二年二年数ヶ月、えー、ラジオをさせていただいてるんです一、ね、人初めて <laughs> <laughs> 今ゲストの方が、ね、いらっしゃるんでねもう声が今入っていますねそう一人なんですよね,ねあのこれも一つ初挑戦かなと思って進めていこうと思いますはいありがとうございますそですからね今日はですね皆さんのコメントをしっかりとあの 読み上げていきますから、えー、ツイッターあとフェイスブックからですねコメントいただけますととても嬉しく思いますはいさて十二、えー、月入りましたね皆さんあっという間、ね、フェイスブックのね皆さんの書き込みとかも、ね、シワスがだからほにゃららっていうような言い回しがすごい多くなってきて、ね、時を感じますねはい。十、え、二、ー、月といえば皆さんどうですかシワス以外にどうですかね えっと私はですね、えー、っと何を隠そう私、12月生まれでございまして、えー、まず年だなーっていう誕生日来るなーっていう感じをすごいしていますそして、えー、っとあえあ,あ何日か知りたい知りたいみたいなので言いますとですね、<laughs> そうです。12月のドルルルルルルル 7日です。ありがとうございます。はい、あのラッキーセブンでですね。12月7日誕生日でえ、あのアズリ fm の場合は12月の9日が放送日次回になると思います。んでねえ、その時におそらくおそらく,おそらくクロちゃん、えー、きっとケーキ持ってきてくださって、ここでねケーキを食べることになると思います。はい、ありがとうございます。多分ケーキ持ってこなかったら、あくろちゃん自分が出ない時は見てないんですね。っていうことがえー、分かりますね。 <laughs> ありがとうございますね笑ってくださってそしてあのね皆さんコメントもありがとうございますすごい今ねあの同時配信で Facebook させていただいてるんですけども Facebook のところのねいいねがこうバババ,バって今出てきていて、えー、見てくださってる皆さんもあとからご覧になる皆さんもありがとうございますはいで、ね、えー、近況というか今の動きで言いますとね、えー、12月、えー、来たるあさって 12月4日ですね、えー出,版まあ、出版パーティー出版と,、えー、とあと私が創業12年目に入りますっていうまああのね牛うのこうね12支でいうとね、えー、12年で1周なんですよね。ですからこの12年目に入りますっていうのも節目かなと思っておりましてで手帳も私9冊出しておりましてねえー、とまあ既でいうと。 九年人順ぐりという暦もあ見方もあって、で、十二年十二時で人順ぐりっていう見方もあって、この二つが一周回ったっていうのも、何かのね。あのー、こう、タイミングかなというふうに思って、それでパーティーを企画させていただいております。はい、おかげさまでですね。五、え、十、ー、人集まっていただいたら、それで最高だって。 50人集まったら最高だなって思っていたらですね、えーと、90人超えて私もびっくりしちゃっております。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、えー、と最初は、まあ、あの50人で最高に嬉しいなと思いながらですよ、まあ、末広がりだからあ88とかいいよねと思って、<laughs> 88人、えー、目標でやろうかなって、あのマネージャーと田中マネージャーと言ってたんですよ。それがあの 飛び越えちゃいました。はい、あの北海道からね。福岡からね。あの北陸からたくさんあのいらっしゃるという風に聞いております。とても楽しみにしております。ありがとうございます。で、今ね、まことしやかにえー、囁かれているのがですね。えー、その日のドラドレスコードがラッキーカラーなんだって。 そのそう招待状も招待状、まあ、案内文も実はあの田中マネージャーが作ってくださっていてそこの下にドレスコードラッ,キーなラッキーカラーでって書いててそうするとあのラッキーカラー、ま、ほとんどの方が手帳を持っておられたりとかしますのでね分かっておられるそこはよくってドレスカラードラッキーカラーって言ったらですねあのスーツで着たらいいんですか、えー、っとドレスがいいんですか。 で男性もどんな格好をすればいいんですかだからド,ドレスコード、色だけ言って、ね、どんな格好なのかが入ってないからそういう連絡がよく来てるんです、マネージャーみたいな感じでですねいいんですよ、どんな格好でもあのパーティーっぽい、まあ、パーティーと言ってますんでパーティーっぽかったらいいんじゃないですかとえ果汁ジーパン、サンダルはちょっとって思っていますぐらいな感じでお送りしております。はいそして じゃあ私はラッキーカラーどこに入れるんだっていうのもなんかクイズになっているらしくてですね <laughs>、はい、あの楽しみに何かマネージャーが投稿しててマネージャーの独り言とか言ってあるところにそしたらそこで「プレゼント出します」って書いてたんですよ。で私プレゼント出すななんてて聞いてないから えプレゼント誰がだど,どこから出すんだろうと思って、<laughs> マネージャー自腹で何か出す気なのかなと思ってですね、はい、あの、面白いことを考えてくださってて、あの、すごいありがたいなと思っております。そう、このね、田中マネージャーって今ついてるんですけども、田中さんも、えっと、一緒にこうやって、えー、仕事していただき始めて、ちょうど1年なんですよねね。 あのこれまでどちらかといえばお手伝いのパートの方とかが1人いらっしゃったり2人いらっしゃったりっていうのはあったんですそれが今回ですねもうがっつり、ね、あのいろんなもののもう ID パスワードもしっかり渡して全部やっていただいてっていうところまであの人に預ける。 のが初めてでですね。あの、すごく助かっております。ありがとうございます。この場を借りて、えー、マネージャー、ありがとうございますね。あの、やればこう、一緒に仕事すればするほど、呼吸っていうのはあってくるもんでね。あのー、まあ、今、私、気学というのを元にお話をしているわけなんですが、普段ね、あの相性だとか、よくそういう話をするんですよね。相性、相性って言うんだけども、じゃあなんか相性が良かったら、最初からこう、すっきり誰とでもうまくいくのかって言ったら。 もちろんねあの例えばお仕事するんだったらどんなことをお仕事するのかとか何を、ね、何ができるのかも違うしって思ったらですねあのお互いが相性が合うとかそのなんか秘密の関係なのかそれとも水と木の関係だったら水は木を育てるからまあ、育てるとか生かす関係秘密だったら潰す関係なわけでしょ。でそれでで相性があのどううだっていうわけで あるんだけども実際今のこの田中さんとの話でオチは何かと言ったらですねあの時間とともにこう合わせていくっていうことをやっぱ人間やるんですよねそれで、えー、とこのどっちみちみ合っていくんですよこう合わせていこうというふうにしてるわけですからだからそれが平行線で合わせる気がどちらもさらさらありませんでしたらどんだけ相性が合うって言ったって。 合わせる気なないんんだからこう平行線なんですよねそれが、ね、あの一緒に仕事するからとか一緒に何かプロジェクトするからみたいな感じでこうやってこう合わさっていくこ,こ,のこの辺で合わさる時とこの辺ぐらいで合わさる時とあってそれが早いのが相性が合いやすいそしてちょっと向こうかなっていうのがこう相性がまあよく、まあ、俗に言う秘密というか合わない合いにくいかなと。 私は普段説明しているんですけどもいかがでしょうかということであのすごくこうねどういうふうにするのがだから相手がこういう言い方すると喜んでくれるんだなとかこういう仕事のお願いの仕方すると喜んでくだ,るくださるんだなっていうのはやっぱあの観察することですよね。観察といえばですね今日クラブハウスでねあの私木曜日の朝、えー、9時から9時50分ですね エメラルドクラブという会の、えー、とクラブハウスで8時40分から45分ぐらいあ9時40分から9時45分ぐらいにお話しするコーナーがございましてたまたま今日お話ししたのが行動よりも観察って言ってたんですよねあなんか観察だなと思って、えー、とそんなことも今話しながら思い出しましたはいえー、とコメントあすごいあ,ありがとうございます金沢さんあ素晴らしいってありがとうございます ありがとうございます。そして、あ、青野さん、見てくださってんだ、見てまーすって、ありがとうございます。そして、吉田さん、ありがとうございます、楽しみですって書いてくださって、嬉しいです、ありがとうございます。ね、あの、じゃんじゃんコメントいただきましたら、今日はですね、めちゃめちゃ今日は読み上げますよ。あ、千葉さんもご覧になってくださって、ありがとうございます。あ、星野さんもお一人様新鮮ですね。私も新鮮です。ね。 そうですあの今日もゲストの方にも私1人でこの冒頭の部分ですね、えー、ともうヘルプで、あもうっていうふうになったら、もう5分で終わって、えー、登場時間が早くなっちゃいますけど、その時はその時ねって言っていたら、ですね、えー、上手に、えー、と10分も、ね、ならんとしております、どんだけ喋るんだというところでありますね。ままずあの最新情報だけあのご案内いたします、えー、と出版2、えー、2月の2日 えー、っと12月のね、えー、24リリース予定だったのがあの2月の2日になりましてねはいえっ、ー、とそれに伴って、えー、出版公演全国ツアーが始まりますで、えー、と決まっているのがですね角、えー、川さんがしあの企画してくださる、えー、と出版公演会が えー、2月の12日に、えー、なりりそうですすほぼ決ままだと思います、はいえー、とオンラインでも視聴できると思いますし、えー、とリアルだとね東京か埼玉かそのあたりだと思いますそれ以外に、えー、実は私あの全国暗ん、えー、しようと思っておりまして、えー、とその日程を、あのー、よかったらね該当エリアの方たちもいらっしゃると思うんですけどもちょっと先に、えー、とご案内だけしておきましょうね。 はいいありがとうございますで、えー、とまずえー、と2月の9日、大阪です。2月の9日、大阪でえー、と出版、公演、えー、全国ツアー、夜、平日です、えー、させていただこうと思っております、えー、関西近辺、えー、もしくは大阪だったら私、行けるんだよねっていう方は、ですね2月の9日、えーと、次に2月の27日、えー、仙台、行きます。 先月多ばかなんですよね。何か縁がある感じがします。二月二十七日仙台、えー、これは土曜日かな日曜日だと思います。そして、えー、確定が三月の六日は名古屋、えー、地元名古屋に、えー、戻ります、えー。他ですね、え三、ーえー、月に福岡で出版講演会をやる予定。東京も二、えー、月か三月にと考えております。 こんな感じでその他、えー、もろもろ動いていきますので、えー、LINE 公式をご覧いただくのが一番早いかなと思います、はい、あ他にそう今日後であのゲストの方とも一緒に行くんですけども一月は、ね、沖縄に行きます沖縄も行きますし福岡も行きますので、えー、と今、ね、え沖縄来るのって方はですね <laughs>、あのー、もうメモっといていただければと思います一、えー、月の十五日に沖縄ですさあ、えーと うわーっと案内しましたけども、オッケーですか？ありがとうございます。ということで進行いたします。一人でやるのってすごいですね。一人でやってこういうことなんだなっていうのをすごい感じております。ありがとうございます。はい、えー、今夜もですね、50分間お届けしてまいります。 この番組は人の人生はためになるをもっとに各方面で活躍されているゲストの天地人に迫ります自分らしく生きるヒントや苦難を乗り越えるコツチャンスを使う方法を引き出して視聴者の皆さんに気づきと勇気をお届けします鳥越アズリ FM 公式ウェブサイトにて映像付きでご覧いただきますはいではですね CM の方どうぞ はい、お待たせいたしました。ゲストさんね、はい、見たことある方でしょ。<laughs> また来ちゃいました。ありがとうございます。<laughs> はい、連続ですよね。連続、あの、天地人初、うん、えー、二回連続です。さすがです。あの、愛子さんにふさわしいですね。今日はですね、株式会社リンク代表取締役。 ええと、浦田愛子さんに、お越しいただきました。ようこそいらっしゃいました。はい、改めまして、ありがとうございます。皆さん、元気でしょうか。超は元気でしょうか。みたいな。超は。そう、そう、そんなね、愛子さん、前回ね、出ていただいた時は、うん、あの、こうリンクの浦田愛子さんって。いうよりかは、もう、あの、アンケイヒと、うん、えっと、黒田由美を、あの、最近の黒田由美とアンケイヒをよく知る。人っていう感じで。 こうなんか株式会社リンクの浦田さんですっていうよりかはそんな感じでいらっしゃって <laughs> そ,う、ね、そうです。今回はですね、えー、思いっきり天知事に迫らせていただこうと思、はい、っております。えー、ありがとうございます。ね、前回ね、<laughs> あの、あ、そう、前回あのすごくためになりましたとか、うん、勉強になりましたとコメントたくさんあ,あの後もいただいて、うん、うん、こう前向きなね、うん、もう。 このね愛子さんがあのもう一時間に一回言う言葉があるんですよ決め台詞なんだだっけ本当私もうねこの人はこれっていうのがあるんですよ誰とそう誰とね誰とすごいそう今日はあんちゃんとありがとうございます誰と覚えてくださいね今日ねきっとお話しする中でいろいろとこう話にすごいオチがしっかりある方今ハードルめっちゃ上げてます あ教訓がすごい多い方であるあるですねあるある本当に勉強になる回ですからあのご覧になりましたあの私の告知フェイスブックとかインスタのあ今日見てないごめんなさいああ見ない方がいいから教えてあげますはい「神回確定」って書いております初めてです私あの投稿する時に今日はもう神回だよって言ってありますね相当あげられてますからね ちょっと嬉しいでしょ <laughs> うん。そう大好きそういうのありがとうこれが皆さん旧歯科生の扱い方がこれ旧歯の人が皆さんの周りにいたらこうやってやるんですよっていう、えー、見本です。はい。すごいね。光子経営手帳はあ。ありがとうございます。ね、そっちに来たか。たありがとうございます。公子経営手帳もう本当に毎日うん、うん、もう,うあの、うんえー、私今仕事って長運 の仕事で、うん、講師経営手帳を皆さんに説明してどういう使い方が一番自分に合うかということを教えている仕事の方が多いです。すすごいですね <laughs> 何やってんのっていつも言われるんだけどう,うん超のプロなんだけど。うん まあ自分塾を作る、うんうんうん、うんそれも腸につながるからね。ああそうですね。一番長いからね。長い長い。そうですね。ありがとうございます。でね、あのなんとなく皆さん腸の人なんだっていうのも前回ね、なんとなく匂い、ちょっとだけね、腸トレね、腸トレの脳と腸は繋がってますよって話をしましたね。うんうんうん。でえなんでこの人腸なのとか、このなんか聞きたい人そこめっちゃ気になります。えでしかもねこの ほら、あもういい一,時一時間では語れない。あ、でしょうね。だからね、もう特別にもう五回来るあのもう五回来る券つけときますから今日。わ <laughs> <laughs> かりますか皆さん。ここ大事ですよ。休止稼生は超特別扱いをするっていうのがポイントになります。あなたも私も超超元気。そうですよ。オッケーですか。<あっ S 1> ビップだとビップ出てきます。 <laughs> 面白いです。ビップジップャグになっちゃった、ね。ごめんごめん。最高です。ありがとうございます。最高。はい、今ちょっとあ今度使おう。ビップの中でも、うん、あの例えば三つしかない席なんです。三つだけビップの上が実はあるんです。<え>でこういう感じがあの九州の人えあるの。私いいの？のもうこれです。<laughs> もうそれでもう私ね女王様だから。 そう,そうですそうですだから女王様扱いをするというのがえポイント今日ね旧死化成の方どうですかあの反論がありましたらいつでも、はい、やっぱね女王様が一番九死化成には合ってると思いますそうなのそうやってやるんですよそういうふうにすると一番パフォーマンス出しやすい感じになって上げまくるんですねどこまでも上げまくってもうねそうですねこんな感じでえ進めていこうと思うんです、はい、こんなね とびっきり明るくってわーって感じでしょ出た瞬間から、うん、ハッピーハッピーみんな元気ーでしょこれいつ二十四時間いつもですなんかバカみたいじゃんと思うでしょあもう明るい明るいんです明るいんですそうやっぱね腸が元気だと明るいです、うん、あ腸が元気だと明るい、はい、もらいましたありがとうございます、うん、でね、うん、私もねほら陰とか陽とかいう話をする人で、うん、ですからね。はい 私も「用」ばっかじゃないからねあやっぱりそうでしょうその話をね聞かせていただこうと思うんですこんだけだって光が強いってことは影がめちゃ強いまあ苦労とかまあいろいろでそれが何か転換してここなんですよねそう聞きたいそこめちゃめちゃ聞きたいよねそこがだって天地人ってそこですからそっかであのまあ今ね「腸活の」とか「ねハッピー ピツナーとか人をつないだりとかね明るくとかうんだとかってそういうのは分かったんだけどもここに至るまでもう愛子さんはあのもう今の感じでいろいろ終わりだと思うんだけども分かりやすいやつ一つちょっと皆さんえそうなのっていうのを。うーんまあ、あの起業したのは、うん、まあ20代も前半で起業して。うんうん、で 30になるときに荒波でどん底に落ちると30になるときに30そうそうもう20代のときは本当ね自分が地球の中心で自分軸でもうすごい荒れてたって健康と美容の商材の会社もねやってたしエステの経営もしてたんだよね いろんな、えー、走りだから、はいまあ、いわゆるめちゃめちゃ儲かった、ねうん、そうそうそうバブルの前っで,て<ー>で昼も夜も経営してたんですよ、うん、昼も夜も経営してた、うん、あの夜っていうのは、うんえー、岐阜はヤナマ瀬という、うん、はい、はいね、繁華街があってうん、うん、そこで、えー はい、仕事をしてましたっていうか経営してました。昼間はエステを経営して、夜もラウンジというクラブというのを経営して、女の子たちをね、たくさんこう綺麗にして働く場所の提供をしてたっていう。ああ、素晴らしい。でもね、まあ三十の時にまあ自己中心的な給仕稼生でイケイケやってる時にドーンと落ちた。うん？うん。 あのまあ派手だから東京に進出したわけ派手だから派手だからもうどこへ行きたいって言ったらもう東京みたいな東京でもエステをねやろうっていうことで行きましたなんとなんとうん真っ逆さまにデザイナーですか本当もうねもうあれあるの話があの大きすぎてみんなにはびっくりするんですけどあのこう 一緒にやってた子がね。うん、東京だから、ホストにあまちゃった。歌舞伎町。そう。で、私の知らないところで、あの会社の実員をして、借りまくった。あ、代表者が。あ、そうそう。で、そういうハンコも、押すような権限を、その方が持って。その時に、私、あの、子供を産むという、お腹の中でね。産休に入った時に、はまっちゃったんだね。あら。 でそこからもうちょっとあの借金を抱えてすべての仕事を辞めるという30の時に。でまあ20。お子さんがいらっしゃって借金抱えて。そうそうそう。でこうまあね今で言うと騙されたわけじゃなくてまあねあのあるかなって私もひょっとして多分 その相手と同じように遊、うんだかもわかんない。うそういう、うん、まあ楽しいのね、こうお金を使っちゃったんだよね。あ,あ、だからね、もう稼いだ分、うんえー、もう借金になっちゃったっていう。それが始まりで、でその時に本当にね、うん、あのメンタルも一個ドーンと落ち、えー、こう狼のような。<laughs> 私になっちゃったっていうところからあ、うん、まあ腸が、えーいいあのー、関連してくるっていう仕事に入るっていう入るあそのストーリーよし、うん、皆さんね分かりましたよこの辺でとどめといて私が皆さんの代わりに質問しますねどれぐらいだったんですかこれうんまあ4,000 <laughs> <laughs> えてたんです番超えてたんですか 知らないところで4000万借りられてたってこと使われてたて。まあねいろいろあった。いろ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 あいろいろあって、うん、まああのー、全部ね生産したらね、うんえー、借金が4000万、えー、あったってそれをこう、うん、返すという30代30代で返すっていう。えそれ東京進出して何年ぐらいでそれが発覚したんですか。まさかさま <laughs>、はい。もう半年も経たないうちに。 その時はねもう本当に稼いでたので全部こうんていうかなチャラにしてもなんでそんな借金になっちゃったみたいなねもうなんか自分でもよくわかんないみたいなでももう一度頑張ろうと思った時にあの助けてくれる人もたくさんいてまあ起業するというのもまた20年間こっそりやってたんだよねまた。 20年間こっそりやってたの、うん。こっそりというか、うんえー、まあエステの業界に戻るつもりもなかなくて、全然違う、えー、経営を、えー、主人がやってるところの会社で、うんえー、細々と自分で仕事をするという。あ、そうでしたか。そう。だからまあね、あの借金がない状態で50の時に。うんうん えー、また起業したっていうのもあるけれども今のこの腸のね、えー、仕事をするっていうのは、うんえー、そのちょうど30代の借金を抱えてやってる時に自分の病気と母親のアルツハイマーという若年性アルツハイマーという介護が始まったんですよ。お子さんが何歳ぐらいの時なんですかん 7歳8歳ぐらい私の40代っていうのはもうほとんど介護だった、うん、そう若年性なんで大変だったんですよ。でそれであの母を通して食が大事で腸が大事っていう、うんうん、もう20代からあのエッセイをやってる時から腸のことの仕事はしてたんだけれども腸してた、ねまあうん、やっぱ私たちや食でできてる。 口から肛門までの9メートルの、ね、消化器官で大体3分の2が腸なので腸で私たちは生か,、うん、かされてるわけなの、ね、でそれをこう知るために経験したという母親の介護でねあ<ー>であの若年性でアルツハイマーで、うん、肺がんも患ってたので食が大事で。で 全部自分の自宅で介護をしたのでうん、うん、本当にこうオーガニックのもので添加物を絶対こう、うん、か水空気栄養っていうのを水空気栄養それが大事っていうことからもうあの本当に。 腸に関することは全て勉強してやったのがきっかけで,ああで50十の時に母親が亡くなって、うん、あの自分も病気をして自分の病気を克服してやっぱ腸が大事っていうことで、うん、皆さんにそれを伝えていくっていう使命があるかなと思って今の仕事をしてるっていう経緯がありますすごいですね。すごいかな <laughs> でもであの今この「功労な」になって「うん、功労な」って567って数字で書くって私が言ってるわけじゃないんだけど革命っていう<命>、うん、大変な時期に新しいことが起きあのおあのみんなねうん、うん 目指しててやるよっいうだよ。で、その時に今もね免疫力っていうのを重視されてるじゃないですかそれっていうのはやっぱ腸が免疫力は70%が腸70%腸なの腸内細菌が免疫力を作るからだから腸の70%が免疫力をねだから今免疫免疫って言っているのはそういう自分の自然 免疫力要は自然の免疫力で高い人がコロナにかからない腸の免疫力がねいいっていうのも本当に免疫が高いと本当に幸せホルモンというハッピーホルモンドーバインとかが出る腸の7割が免疫力あとの3割が心って言われてるホルモンの形成される場所なので腸が。 なので、私は借金を乗り越えられたのも、うん、笑顔でいてなおかつ腸を良くして、うん、笑顔で腸を要は腸内細菌をね、うんこう 玉菌優位という状態にするそれっていうのは高いっていう状態なので食生活だったりとか腸って結構ねだからいいもの食べたりとかいいものサプリを飲んだとしてもストレスを抱えてきたら一瞬にして腸って。 あの善玉菌悪玉菌、うん、日和美菌っていう菌があるんだけどそれが善が2悪玉が 1, 1> うん、うん、日和美菌っていうどっちつかず、うん、善にも悪にもつかずっていう7割がね割が日和美菌なのうん、うん、それが、えー、日本の、うんえー、麹菌だったりとかっていう発酵食品に多いの。 納豆,納豆菌とかなので日本の和食は健康一番って世界に言われてる理由もそこにあるんやねでその日和菌菌が優位になる方が善玉菌多いと免疫力が高いからうん、うん、コロナが来たとしても跳ねのけるっていう力があるのでそれにはやっぱ食生活も大事だけどうん、うん、笑うっていうことが大事。 笑えない時どうだったんですかや私ね泣いてても笑ってた泣いてても笑ってたすごいねそれはもう笑う笑うことがそうだって笑いの効果を分かってたからそういのも何なのなんかとかぱかあるんですかと私が一番困った時にこう 泣くんだよやっぱ、うん、あの自分が辛いしけれども、うん、泣きながら笑ってたら本、うん、ほんと、あのーうんまあ、向こうも免疫高い人が引き寄寄せで寄ってくるんだよね、うん、引き寄せ、うんうんうん、だからあのー、よくン先生が言う「はい、気」っていうのはエネルギーっていわれるじゃない、うん、その波動ね。うん、その波動が免疫力が上がってると高いんだよね。うんあ っていうことは自分が低かったら低い人が来るし、ね、高ければ高い人が来るっていうで、それを自分が体験したの。腸内環境がいいうん、うん、要は、えー、腸年齢っていうのはこの肌年齢っていうぐらい若返るしうんうん、うん、腸年齢って測れ,るの測れないああ測るやつもあるよあるんだけれどもこの肌を見ればわかるじゃない あんちゃんも綺麗だよ。ありがとうございます。うん、あの職業柄ちゃ、うん、ね肌を見てしまうんだけどね。これよく人相って言うじゃない。顔に出るからね。心の色。そうですね。そうですね。顔に刻まれていくからね。あのいくらあの悩んだりとか苦しんでも、うん、腸内環境がいいと本当に幸せな、えー、こう幸せが来、うんえー、ます引き寄せできます。 それっていうのはやっぱり運がいいっていう証拠になるのでまずは体温を温めえ食をねあの気をつけよく笑うよく笑ううありがとございますそれがね一番いいあの実感してであの私が50の時にこのエメラルドっていうえ引き寄せたのね <laughs> もう本当にね笑ってたところに えー、女性経営者の社長から呼んでいただいて「名古屋に来ない?」 っていうでで岐阜の方なんすねそういう引き寄せだからみんなに言いたいのは腸内環境よくするにはまず食生活を見直すその添加物だらけだけれども自分が食べるものをちゃんと裏を見てねなるべくなる添加物がないものを選ぶだったりとかあんちゃんのねこの格子系手帳にも書いてある。 食べ物ねラッキーなそういうものを食べるっていう自分のあったものをねしっかり分かって食べるっていうのも大事。そうですねやっぱ食を変えることによって免疫力が上がるあとはね誰とっていうのが大事なのでそうね。うん。腸ってね本当にいろんなものをさっき言ったホルモンも作るし血液も作るし。 こう酵素もつくんだよね。うん、ああ、ちょっと今整いました。整えい。<laughs> あの、愛子さんね、白く木星って、え、学であるんですよ。白く木星ね。で、あの、実は、あ、白黒木星の前に、あの。何?。食べ物も、色も、人間も、うん、みんな一泊水星とか、ね、五黄土星とか。に、あの、区別して、エネルギーで区別してね。 こう分類するって言ってるわけですよね。でね、香水は白く木製だよとか、うん、ね、そんな話をしてて。うん、で、えっ、ー、と、白く木製の食べ物で、代表的なのってどんなの覚えてます?。あ、いいですよ。オッケーです。いいですよ。あのね、あれ、ラーメンとか、うどんとか、そばとか。あったね、ごぼうとか、やたらね、ね長いものが多いんですよね。あったね白く木製。そう、ちょっと見てみて。白く木製の食べ物。 大根とか人参とかネギとかそうそうそう,そうえでえっとそれって理由っていろんな理由がある中で、うん、一つ言うと長いなんですよテーマでそこでごぼうも長いでしょ長<い>繊維質のやつか麺とか普通にね長いでしょ長い,で長いっていう形がエネルギー形にもエネルギーがあってそれが白く木星なのだからそこに体ってて書いてあるの。 分かります体書書いいててあるなてるな腸っやだから私「腸腸腸」って言うんだよね。そうでこの方最大切符白く木星なんですよだから腸のことをやってるっていうのは実はあの知らず知らずに自分を最強にしてくれる選択をして毎日のようにその最大切符のことをもう言いまくってるよ、ね、だって腸は元気ですかとか言って <laughs> 毎日一日に腸って何回言ってて一日に腸のこと何回考えてて。 でしかも自分で、ね、腸を整えてきたわけじゃないここまでは普通で、うん、これはね実はもうあれですあの愛子さんと食事しながら何回か話したことがある内容な,ん、うん、なのねまあ何回聞いてもそっかって思う内容で今日の今の話を聞いてねほらもともと「腸活コンサルタント」って歌ってたでしょインスタグラムとか、うん、ツイッターとかにね。うん、それが 最近ね、この先生変わったんですよ。超運コンサルタント、長文<う>コンサルタントって変えてて。<laughs> うん、で、何に決め台詞は、誰とだよとかいうわけですよ。<laughs> 超運コンサルタントで、誰とだよっていうふうにおっしゃってね。で、縁の話をすっごいなさるわけ、うん、今も引き寄せの話なさってるでしょ。でですよ。ここからなんですよ。はい、超でしょ。超は白く木製なんですよ。うんうん、で、出会いは白く木製なんです。うんうん、だから、超を整えると出会いが整うんですよ。 だからもちろん愛子さんがそれを選択してるってことも素晴らしいですし理論上白くのものが整うと白くのことがいいことがっていうか素晴らしいことが起こるだからがが整うと出会いの扉開くだからどん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 その出会う人っていうのがすごいこう何有言実行のようにこういう人に会いたいって言ったらそういう人が来るわけ。ほら来た。本当に だ,ね、だからあのみんなに、うん、もう運気爆上げですっていう言葉をね、うん、もう毎日のように皆さんって笑ってしゃべって行動してってうん、うん、そういうことをね腸と脳は連動してるので言葉が一番大事、うん、もう言い続ける。 言い続けてます、この方。うん、すごいです。もうちょうちょううるさいなっていうぐらいちょう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 言うね。言っときますね、皆さん。うん、あのこれね、あの旧死火星っていうのはしつこいんです。ちっちゃく言っておきます。しつこい。逆に<何>あっさりしすぐ諦める旧死火星だと、ちょっとあのこんな感じですよね。ああみたいな。バカゲの反対。あー <laughs> っていう感じで旧死火星はしつこいんです。うん 何回断られてもしつこくいくんですよ。<く>しつでしょ、うん、でも、もう分かったからって言われても行くよでしょう。く。そう、これがね、九死化生の力で素晴らしさ。だって、その人の。お。その人にとっては、絶対プラスになることだから。しつこくいく。うんうん、いいね。私はもう嫌なことはしない。 嫌なな人とわい、厳選された素晴らしい人しか関わらないって決めてるのでもうねもう何かをやるんではなくて何をやらないことを探すみたいなねそういうことをね心がけてもう私も来年になるとまたちょっと年を取るので。でしょうね 怖い怖い怖いもうでも本当にね年々若返ってます素晴らしいだから本当にね腸が若くなってるっていうのねわかるしこの再生できるのが早いんだああ素晴らしいねで本当にね免疫力が上がる上がってると本当に運気は絶対上がりますなのでこうやってね誰といるか 何を食べるかよりもう本当に誰と食べるかそうねうん仕事もプライベートもだけどやっぱ楽しいことが一番楽しいことが一番そうですね笑うもうねずっと笑っていればもう本当にうん来ますからありがとうございますそうだね今もう笑ってますよねあコメント来てますよありがとうございます愛子先生はい 小倉美希さん生姜とハーブティー飲みましたはいおめでとうございます今日ね,今日ね朝ね、うん、もうみんなね木曜日の朝は、うん、あのあんちゃんの超ハッピーになるメッセージねこれねさっき言ってたやつね本当にみんな素直にやると<う>本当に一日ねハッピーなことばっかり起きるのありがとうございますこれねやっぱねもう一つ素直が一番あもうおっしゃる通りですね 素直にねあのー、そうなの。大体ね、もうね腸あの腸内環境が悪いと根性悪いから。うん、言うよねうよ。だからだいたいこうあの会った人で、うんまあ、ちょっとこの人根性悪いそうだなっていう人には、私のもう自分のところのね百パーセントの原液の、うんうん、こうあの乳酸菌飲んでって飲ませちゃう。そうするとうもう十五分もしないうちに、うん、ハイテンションになってなるということは腸が。 上がるかららき捨てななんねこれは、うん、なので15分でその乳酸菌気になった人はーい日本はサプリメントの文化がそんなにねあの定着しないのでこのサプリメントっていうのをねこうあんまりあの皆さんねこう飲まれないんですけど、うん、あの海外は、まあ本当に薬と同じような。 感覚で、はいうん、目ににいいとか肝臓にいいとかかうう、うんね、ちゃんとこう薬局で売ってるうん、うん、それが、まあ、サプリメントなんだけど、まあうん、15分以内に体内で、ね、吸収するものが本当にサプリメントあの海外のものが多いだう15分以内なので、うん、なのでまあ原液100%だと、うん、もう自分の成分の中にねちゃんと吸収されるので腸で。なのではあのすぐに分かる。 ああそう,うん、あの日本でも、うん、あの現役100%のね、うん、ものをあの出してるところはたくさんあるんですよね。今もう本当にコロナになってからこう腸に関する、えー、商品、健康食品がもうこう盛んにこうたくさん出て出始めているので、あのあう,うんで。うちはもうね。私がまあ、病気をしてるから、うん、あののもあるし、現役100%にこだわってるんだよね。 だから酵素も乳酸菌も100パーを使ってます。うん、なのでエビデンスがあって、うん、即飲んで、うん、即、えー、もう本当に根性が悪いあのいいまくにま本当に腸が良くなるので、はい、まあ、うん、運気が上がるんだよね。 あー、じもう気になるでしょ。それどうや、それ扱ってるの？うん、扱ってます。それはあれ、あの愛子さんのホームページかなんか見たら、ううんんホームページっていうか、はい、あのインスタのところから、はい、私のリットリンクかな、あれを見ていただくと、はい、はい、紹介もしてますし、はい、ありがとうございます。そこからも購入もできたりとかもできますし、オンラインツアーって押せばいいの？あ、そこでね、まああのいろんなのをね、あの扱ってますけど、まあまずは相談して。 自分に合うものが何かあってうん、うん、あ先生の帳、ね、手帳も一番最初に、うん、これは機能性乳酸菌手帳ありがとうございます機能性乳酸菌ってやつそれちょっと押してもらいましょうかえ,え押せない押せない押せないのね <laughs> 押せない押せない OKOK、はい、ありがとうございます何それ気になるそう相談はあるんですか無料でね、うん、あの、えー、l ラインアットで ラインアップあのラインアットってがライン公式を登録してくれれば無料でねまず相談に乗ります。ありがとうございます。まずはねうんとどういう状態かでねあのいいものなのでしっかりあの分かって飲んでもらいたいのでうんちょっと飲んでえ合わないっていうのは私はねおすすめしないので必ずどんなあの赤ちゃんから年寄りまで本当に こう飲んでいただきたいものをあのうちは使っているのでまずはまあ相談しながらどういった、えー、症状なのかっていうのをね、うん、あそしたらもう相談は LINE 公式か、うん、であともあの今回天地人ご覧になってくださってる方は インスタとかもフォローして「天知人見ました相談乗ってもらいたいんです」って連絡が来た時も対応してもらっても OK じゃあ皆さんね「天知人見ました」って言っていただいたら今ね講師経営手帳もうちで販売してるので説明しがてらうちの宣伝もしてるっていは宣伝からねもらってもいいやすぱ 本当に運気をよくしてほしいっていうのがあるのでやっぱ腸運ですよ腸運ね腸となんと腸を整えるとこれで分かったの円が広がるで運気爆上げ爆上げでえっと波動が上がるあの波動が上がってもうね年齢よりも若くなるっていうのね年齢より若くなるやっぱね健康が一番なのでそうね 健康プライスレスですよねさあ,あコメントいただきましたあ千葉さん運気爆上げなかりありがとうございますそして8、えー、あ宮田さんありがとうございます、えー、っと聞いてみてますありがとうございますそして8ミキさん引き寄せすぎですって。<laughs> ありがとうございます。そしてあ千葉さん私もやってますしてますってコメントいただきました、ね、ありがとうございます。みんなやっぱね共通はね、うん、みんなあのいいことはすぐに真似をするんじゃなくて、うん、自分に取り入れる。そうですね、うん。確かにそれは思います。愛子さんに出会って愛子さんのこのスピードってよくおっしゃっていてその人に何かこうやったりするときにあんたスピードだよとか。 そういうことのスピードっていうよりかは自分がまず「あはいやる」って言ってすぐやるっていうもう早いとにかく早いやっぱね直感が絶対大事なんだよねなのでやっぱ何て言ったっけ5秒考えることも30日だったっけ考えることも同じあってひらめいてうわあって言いながらそこにそれが答えになるもんねなのでやっぱ あの楽しくてリラックスできてまあスピードっていうのを私は心がけてるかなあすごいですねうわもう私乳酸菌が気になってね乳酸菌大事なんですよどうしようこれからねち巷にあるヨーグルトとかヤクルトってあのいいんだけどまず腸に届かないからああ私今日の朝飲んどきたら週間 10日ぐらいずっとそれだけを食べてヤクルトとかヨーグルトヤクルトは進めないんでかちょっと砂糖10個分ぐらいあるからね糖尿病になっちゃってしまうのでヨーグルトだったらヨーグルトをずっと10日間食べ続けて腸がちゃんと整うか要はうんちですねいつも言うのうんち博士ってみんなね言われるんだけど自分の健康は うんちを見ればわかります。大きな頼りだからね。そう,そうです。そうです。そうですね。そう。だから、その合ってるかどうかってね。うん、それも大事。そうですね。うん。オッケーさあ、あと二分というところまで来ました。はい、はい、あの今日はご参加、ご参加じゃないね。ください。ついなんかセミナーのね、締めになってきましたね。ね、ありがとうございます。あの、今日。 あの浦太藍子さんの、えー、と中の、まあ、私から言わせていただきますとですね15%かな。 ってことはあと85%分をですね。えっ、ー、とこれ来年に回しますので、あの後何回5回以上になります。あの皆さんお会いすることになると思います。どうためになった今日神回って言ってましたからね。あの、ね、神回な方はあの <laughs> いいね。押していただけますと、とても、えー、嬉しく思います。まあ,あのそんな感じでですね。はい、皆さんお時間迫ってまいりました。ということで。 はいえー、来週の「天地人」はですねゲストは横山大さん覚えてますあのイケメンな方あの着物を、ね、リメイクして靴にするそしてあの私が、ね、あの話をしてたそた記事があのめちゃめちゃ運気爆上げのカラーばっかりで作っての開運シューズ作って、ね、それ持ってきてくださるんですよ、はい、すごい楽しみにしておいていただきますととても嬉しく思います大さん、ねはい、お待ちしております。 とということでで、えー、お時間ですよね、はい、番組やゲストの方へのメッセージ、ご質問、アシスタントへの下劇例を、えー、i n f o a z u r i c o m までどしどしお送りいただけますととても嬉しく思います、えー。今日の放送は2週間後にですね鳥越ズずレ FM の YouTube にアーカイブされますのでまた聞き逃した場所など、えー、そちらでチェックしてみてくださいね。 はいということで、えー、本日木曜人生劇場「天地人」最後まで聞いてくださってありがとうございますそしてね浦太鼓さん今日も来てくださってありがとうございます皆さん<ー>また来週お会いしましょうありがとうございます